佐世市は中国の湖北省中部に1949年から1994年まで存在していた市である長江の北岸に位置する港湾都市であり、最終的な地域は現在の佐宿大半で旧新川鎮及び旧館温、鎮を除いた部分にあたる。春秋時代、戦国時代にはこの付近にあったその国との栄の外交及び長江の渡し場となっており、 古くは津あるいは夏首と呼ばれ、春秋戦国時代にゴ津ッツと改名された。五冠末期に、関羽が現在のサシのすぐ西に高領城を築き、高領は物流、戦略上の用地として重要となり、争奪戦の舞台になった。港町の名は東大に砂頭市と改められたが、これが縮められて、現在のサシという地名になった。サシには、 現代の1324年に建てられた長華寺、秋代の1552年に長江沿いに建てられた七層八角形の万寿宝塔などがあり、名称となっている。その他、鳥鉱山文化石、志、修玉橋文化遺春秋時代の諏訪への愛国詩人屈原が住んだ甲、うな手ぐるなどがある。中山公園は百三十五年に整備された都心の公園で、 周囲を豪津湖に囲まれており、中山記念堂や老閣などのほか、春秋時代の著名人物である孫祝号の墳墓もある。佐市の市街に隣接して、慶州古城があり、近郊には四百十一年間にわたり、諏訪井の国土であった、避難所跡もある。八百九十四年の日清戦争の敗戦後、翌八百九十五年の下関条約で佐市は、 開港地となり超高有数の港湾都市となった。日中戦争では1940年6月8日に、佐市は日本軍に占領され、終戦まで占領された。日本軍の投降後は、国民投降北省政府第四行政船員公所が置かれたが、1949年7月15日に人民解放軍に制圧された。中華人民共和国成立後、 慶州周辺は何度も行政区分の変更が行われた。当初は湖北省の直轄市だったが、1956年には慶州地轄市となり、1979年に再度省轄市となり、名称も佐世市に戻った。1994年10月、国務院は佐世市、広陵県、慶州地区の合併を批准し、地球市、京佐市が発足したが、 1996年に慶州市と名称変更され現在に至っている。五街道4を管轄する。佐市には日本の戦艦疎開があろう。この疎開は明治28年4月の下関条約第6条及び明治31年8月の佐市日本居留地商定に基づき1896年に解放されその翌年接住されたものである。 疎開の区域は、右居留地小点第一条の規定するところで、道場には、差し口オーバー島間地に視界より起こり、東南長江に沿い非直三380条、その西海より、直長80条間は幅80条以下、直長300条間は幅120条の地区をもって、日本戦艦居留地と定むと述べられている。日本側の行政機としては、警察署、 上海の例になられる改新裁判所等がある。昭和12年4月1日現在における在留法人数は12名であった。ありがとうございます。